本当にあったヤバい裁判その4、1、訴訟、蜂蜜を盗む熊を逮捕してほしい、判決、勝訴、熊に35万支払いを命ずる、余談、野生の熊なので国が代わりに支払った、そして肝心のその熊は行方不明、2、訴訟、47年間タバコを吸い続けたせいで肺がんになった、これはタバコ会社のせいだから責任持て、判決、タバコ会社は31億円を原告に支払え、余談、陪審員が示した最初の損額賠償額は3兆1000億円だった。3、訴訟、1000万円の宝くじが当たったのにもらい損ねたのは銀行の営業時間のせい、判決、最高裁まで争う、余談、2002年9月30日の午後7時30分に宝くじを買い1000万が当たったので、そのまま銀行に行ったら営業時間は4時30分で閉まっていた。翌日銀行に行くと有効期間は9月30日の営業時間までと記載されていたので無効と言われ裁判に、判決は敗訴、有効時間が過ぎた宝くじを買った本人が悪いということになった。